大シルチス大地は、火星の北の低地と南の高地の境、衝突盆地、石ディス平原のちょうど西にあるアルベドの低い、ダークスポットである。この地形は、マーズグローバルサーベイヤーのデータをもとに、標高差が低い縦状火山であることが発見されたが、以前は平原だと考えられており、シルチス平原としても知られる。暗い色はこの地域の玄武岩室の火山岩の、 存在とゴミが少ないことに由来する。大シルチス大地の中心は、北緯8度24、東経69度30の地点付近にあり、赤道から北に約1 5 0 0トル広がり、東西には約1 0 0 0トル広がっている。大シルチスクアドラングルの中に存在し、西端のアエリアから、東端のイシュディス平原まで4キロメートル下る、大きな坂に取り囲まれている。 内部には標高差 6km の高い山海が含まれる。大シルチスの大部分は傾斜度1度以内の坂になっており、タルシス建城火山よりも傾斜がずっとゆり内部には深さ約 2km のカルデラであるニリパテラとメロエ、パテラを含む南北 350km 東西 150km の範囲に広がる窪地がある。カルデラの底は周りの台。 シルクスと比べると隆起していない。ニリパテラの底にはクレーターが少ないため、メロエパテラよりも若い。岩の多くは玄武岩であるが、ニリパテラではデイサイトも検出されている。人工衛星による重力場の測定によって、二つのカルデラを中心に、生の重力以上が示され、地下に南北6 0 0トル東西3 0 0トルの範囲の かつてのマグマだまりは存在することが示唆されている。おそらく奇跡が中心で、観覧石も含む密度の高い鉱物で構成され、火山の噴火の前にマグマから沈殿したものと考えられる。クレーターの数から、大シルチスはヘスフェリアム時代初期に隣接するイシディソ平原よりも後に形成されたと考えられている。大シルチスという名前はリビアにある。 シドラ湾の古代ローマ時代の名前サーティス・マイオルに由来する。大シルチスは他の惑星の地形の特徴として初めて記述されたものである。クリスティアン・ホイフェンスが発見し1659年の火星の描画の中に描かれた。彼は火星の1日の長さを推定するためにこの地形を繰り返し観測した。この地形は当初、 アワーグラスシーとして知られていたが、地図制作者ごとに異なる名前が与えられた。1840年、ヨハン・ハインリッヒ・メドラーは、自身の観測をもとに、火星の地図を編集し、この地形を、アトランティック・コンリーと呼んだ。1867年のリチャード・プロクターの地図では、ライデンテン問題のフレデリック・カイセルにちなんで、カイザーシーと呼ばれた。カミー・フラマリオンは、 1876年に、プロクターの術語体系を改訂していた際、メールジュ・ソブリージェと命名し直した。サーティス・メジャーという名前は、1877年の火星の地球への接近の際の観測に基づいて作った地図の中で、序盤にスキアパレッリが与えたものである。大、シルチスは、季節による変動や長期間の変動があるため、多く観測されてきた。これは、 この地形が浅い海であるという仮説を生み、後に変動は季節による植生の変化に由来するという説も生まれた。しかし、1960年代から1970年代のマリナー計画とバイキング計画の探査機によって、この変動は風がゴミや砂を吹き飛ばすことによるものだという結論に達した。クレーターに吹き下ろす明るい色の筋等の風による、 地表への沈殿は多く存在する。これらの筋はクレーターの円から風によってゴミが集められたものである。ありがとうございます。